ダニエル・マクドナルドはアメリカの女優。マクドナルドは1991年にシドニー産まれ。彼女はニューサウスウェールズ州ナレンバーンのオーストラリア部隊芸術研究所に参加しました。18歳の時、彼女は演技のキャリアを追求するためにロサンゼルスに移りました。マクドナルドは18歳で演技のキャリアを追求するためにロサンゼルスに移りました。 彼女はもともと ABC ドラマシリーズヒュージに出演予定だったが、ビザの申請が間に合わず、出演することができなかった。彼女の最初の長編映画は、2013年のサンダンス映画祭で初演されたザイイストでした。マクドナルドは、ダコタ・ファニング、ダイアン・レイン、エリザベス・バンクスと共に、2014年の犯罪映画、 シークレットデーでアリス・マニング役で主演したことで注目を集めました。この映画についてニューヨーク・デイリー・ニュースのキャサリン・プシカルはこの映画でダニエル・マクドナルドは残酷で嫉妬深いアリスを演じ切ったと評しました。2016年に彼女はアメリカンホラーストーリーのシーズンフィナーレに出演しました。 翌年、マクドナルドは映画パティケークドルでニュージャージー州出身のラッパー役として主演しました。2017年12月にはネットフリックスのコメディシリーズイージーに出演、娘を毎週教会へ行く、要強制する裕福な両親に報復する若者役を演じました。2018年には2つのネットフリックス映画に出演しましたが、 ジュリー・マーフィーによるヤング・アダルト小説ダンプリンでジェニファー・アニストンと共演ました。そしてバードボックスではオリンピア役を演じました。ありがとうございます。